ドジャース、レイズ、23日、日本時間24日、ドジャースタジアムドジャースのデーブ・ロバーツ監督、52、が、右肩鍵盤、鍵盤、の損傷から復活を目指す山本義信投手、26、について、28日、同29日、のマイナー戦で実戦復帰予定であることを明言した。レイズ戦の試合前取材で、 山本は月曜日にブルペン入りして、順調なら水曜日にリハビリ登板、マイナー戦で調整登板、となる。私が把握している限りでは2イニングと話した。山本は21日、同22日のマリナーズ戦の試合前練習で故障後2度目の実戦形式のライブ BP に登板。打者8人と対戦し、2回を1安打4奪三振。 最速は96マイル、約154キロで、カーブ、スプリットなど変化球も交えるなど、順調な回復をアピールした。